ビニシウス・ジ・モライス、マルクス・ビニシウス・ダ・クルス・エメロ・モライスは、ブラジルの詩人、作家、作詞家、作曲家、翻訳家、外交官、歌手、ジャーナリスト。オポエティーニャのペンネームでも知られる。1950年代後半、アントニオ・カルロス・ジョビンらと共に、ボサノバというポピュラーミュージックのスタイルを生み出した立役者の一人である。ジョビンが作曲し、モライスが作詞したナンバー。 一般ネマの娘は、ジョアン・ジルベルトとスタン・ゲッツの共演作品などによって、世界的なヒット曲となった。洗練された詩風で、ボサノバの歌手のあり方に指針を示し、以後のブラジルのポピュラー音楽に多大な影響を与えたと評されている。リオデジャネイロ生まれ。公務員の父親と主婦の母親は共に音楽が、得意で、幼い頃から音楽に触れる環境で育つ。 青年時代には、リオデジャネイロ州立大学に在学、法学と社会科学を収める一方、施策にも取り組むようになり、諸著策を1933年に発表している。1936年から、ブラジル政府の教育、保健部門でのフィルム検閲業務に当たるようになったが、1938年には、イギリス政府参加組織のブリティッシュカウンシルにより、 オックスフォード大学への国際留学を認められて、都営。英文学研究を行いながら、前衛的な施策に取り組んだ。この間、交際していた女性の影響もあって、ファシズム支持の右派から左派へ転向している。1941年に、ブラジルに帰国してからも、政府金融機関の職員として働きながら、文芸活動やジャーナリストとしての活動を続けた。 1943年に、ブラジル外務省の外交官試験に合格、アメリカ合衆国ロサンゼルスの領事館勤務となり、以後、フランスやウルグアイへ外交官として赴任している。施策や、批評の活動も、継続、前衛派詩人の代表的な存在として、ブラジル文学界で知られ、また、政府部内でも抜擢されて、文化振興活動に取り組んだ。 1950年代後期には、ブラジルの国連大使も務めた。この頃に、アントニオ・カルロス・ジョビンと知り合い、やがて詩人と作曲家としてのコラボレーションが始まった。他にも、リオデジャネイロの若い音楽家たちとの交際を広め、その活動の中で、新しいスタイルの音楽、ボサノバを生み出す、原動力の一翼を担った。1959年に、 ジョアン・ジルベルトの歌唱で録音された思い溢れては1957年にモライス作詞、ジョビン作曲で作られたナンバーであり、ボサノバの歴史における壁刀を飾る作品として記録されている。また1956年には前衛的な戯曲オルフェウダコンセイサウンを執筆。この戯曲は1959年のフランス・ブラジル合作の映画 黒いオルフェの原作となった。並行してジョビンとのコンビで、ボサノバ初期における重要なナンバーの作詞多数を手掛けた。彼らのコンビは1962年のイパネマの娘まで続いた。ジョビンとのコンビが解消された1960年代以降は、ギタリストとして、有名なバーデン・パウエルやトッキー・ニョラ・オークのミュージシャンたちと共作し、ボサノバにとどまらず、 それ以前のジョビンとの作品とは趣きを変えたサンバやアフロサンバといった土着的な感覚に重きを置いた個性ある音楽作品を送り出した。ビリンバウなどがこの時期の代表的な曲である。1960年代外交官として赴任した先のフランスパリではフランシス・レイやピエール・バルーなどにボサノバを教え、それによってフレンチボッサを誕生させたとも言われる。 1962年以降は自ら歌手として歌うようにもなり、決して美声とは言い難いが、独特の味のあるひょうひょうとした歌声をしばしばステージで披露した。1964年にブラジルのクーデターで軍事政権が発足してからは、左翼的なポリシーの持ち主ゆえに外交官としての住職から排斥され、1969年にはアルコール依存症を、 表向きの理由に、ブラジル外務省から各種された。以後は晩年まで音楽分野での活動を続けた。司祭に優れ、数カ国語を操るなど、非常に多彩な能力を発揮する一方で、その生涯に急度結婚、離婚を繰り返したほどの、恋多き男であり、また期待の大志望でもあった。気難しい性格で気候でも知られ、数々の風変わりな逸話を残す。 2016年リオデジャネイロオリンピックの大会マスコットビニシウスは彼の名前に由来している。ありがとうございます。